ステファン・ブラドルは西ドイツ・アウクスブルクのツアーリング生まれのオートバイレーサー。2011年のロードレース世界選手権元2クラスチャンピオン。2012年からは最高峰モートジッピークラスに参戦する。かつて同選手権 250cc クラスで活躍したヘルムート・ブラドルの息子である。2003年ドイツ国内で開催されたレッドブルルーキーズカップでレースデビュー。 2004年からは、KTM を買って、ドイツロードレース選手権 125cc クラスに参戦し、翌2005年にチャンピオンを獲得した。また同年には、ロードレース世界選手権 125cc クラスに、ワイルドカード枠で参戦に出場し、グランプリデビューを果たした。2006年、レッドブル KTM ジュニアチームから GP に、フル参戦を開始した。しかし、 第12戦マレーシア GP でのクラッシュで右足首を骨折しその後のレースを欠場わずか4ポイントの獲得でシリーズランキング26位に終わり KTM とは4年契約を結んでいたもののチームを放出されてしまった2007年はアルベルトプーチヒキールレプソルホンダからの出場が予定されていたがシーズン開幕前に突如引退を発表したしかし後に撤回し 結局ブルセンスアプリリアチームからスペイン国内ロードレース選手権 125CC クラスに参戦することとなった。ステファンはチームメイトのスコット・レディングとの争いを制し、見事チャンピオンに輝いた。また、世界選手権にも同チームからワイルドカード枠で4戦出場。この時の活躍が認められて、第14戦ポルトガル GP 以降は、 成績不振のヒューゴ・ファンデン・ベルクに代わり、レギュラーライダーの座を獲得することとなった。2008年は、地元ドイツのキーファーレーシングに移籍。アプリリアのワークスマシン、RSA125 エタステファンは、第12戦チェコ GP、父ヘルムートが1991年に優勝したことのあるブルノで、初優勝を果たした。GP で、ドイツ人が優勝したのは2003年の、 スティーブ・イエン・クナー以来のことだった。また父・ヘルムートとの親子優勝は GP 史上6組目となる。その後第15戦日本 GP で2勝目を挙げ、シリーズランキングでは4位に入る活躍を見せた。2009年もキーファーチームに残留し 125cc クラスを戦ったが表彰台の獲得も叶わず、シリーズ10位に沈んでしまった。2010年シーズンは、 同チームから元にクラスにステップアップを果たした。スイスのスッターのシャシーを買ったブラドルは、第17戦ポルトガル GP でクラス初優勝を遂げ、年間ランキング9位を記録した。2011年もチームに残留、クラス2年目のシーズンを迎えた。母国ドイツのカレックス製のシャシーに乗り換えたブラドルは開幕戦カタール GP を制し、第6戦までに4勝を挙げて、 チャンピオン争いをリードした。しかしその後はコンスタントに表彰台には立つものの、勝利を上げることは叶わず、7勝を上げたルーキーのマルク・マルケスの猛追を受けて、第15戦日本 GP でついに、ポイントリーダーの座から陥落した。しかしマルケスは、第17戦マレーシア GP のフリー走行での、クラッシュで視力に問題を抱えて欠場。このレースで2位に入った、ブラドルは、 大きなリードを築き、最終戦バレンシア GP でもマルケスが欠場となったことでタイトルが確定。ブラドルはドイツ人ライダーとしては1993年のダークラウディス以来18年ぶりとなる世界チャンピオンに輝いた。2012年よりブラドルは最高峰モートジッピークラスにステップアップ。チーム LCR から 1000cc のホンダ RC213。 ブイを買って参戦。2015年より、フォワードレーシングに倶り返したが、シーズン当初より苦戦を強いられ、第7戦カタルーニャ GP での8位が最高であった。第9戦インディアナポリス GP を最後に所属チームを、グレシーニレーシングに変更することとなった。2017年7月、鈴鹿8時間耐久ロードレースに、チームソニックレーシングホンダから出場予定だったが、 直前になって体調不良により入院。診断の結果、中耳炎を発症していることが判明。日本渡航に対してドクターストップがかかり、欠場することとなった。2018年にモートジッピーに復帰。ホンダのモートジッピー、テストライダーとなり、ホンダ系列のチームから5000出場したが、成績不振のためランキング24位に終わる。 その後もテストライダーとして止まりつつ、2019年は4戦、2020年はマルケスのダイソーで残りのレースに出場した。ありがとうございます。